はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本の紹介、レビューをしていきます。で、普段はビジネス書についてご紹介することが多いんですけれども、その他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが作ってありますので、よろしければそちらからご覧ください。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。で、今日ご紹介する本はこちらのミーティングの英語表現というタイトルの本になります。で、タイトル通りなんですけれども、ミーティング、会議においてよく使われる英語表現についてまとめられている本です。で、結構この手の本はですね、その実際のセンテンスの紹介よりも、例えばアメリカの会議はこういう特徴がありますとか、会議ではこういう言葉、こういう考え方が必要ですというところについて、ページ数を割いている本が多いんですけれども、この本はですね、非常にシンプルで、もう開いて16ページ目から、もう具体的な表現の紹介が始まっています。で、大体一表現について、2、3 行でですね、日本語で説明がついていると。で、説明といってもですね、訳を含んで2、3行なので、ほとんどですね、もう訳だけが書いてあって、一部その、類語とか、似た表現とか、ポイントについて、コメントがあるというような内容です。で、非常にいいなと思ったのは、まず、シンプルに、そのセンテンスだけが紹介されているので、非常に見やすいです。また、スラスラ学習できると思います。この見開きで、6表現ついてますので、非常にいいペースなんじゃないかなと思います。で、そのセンテンスが具体的な文章の中でどう使われているかというのが、書いてますので、実際のニュアンスっていうのもよくわかると思います。で、あともう一ついいなと思ったのはですね、結構こういう、文法書だと実際のそれ会議であんまり使わないよなというような感覚を持つ表現を紹介していることも多いんですけれども、これ実は著者がそのデイビッド・セインさんと、マーク・スプーンさんという方、外国の方ですね、多分アメリカ人かイギリス人だと思うんですけれども、そうですね、どちらもアメリカ人の方ですけれども、なので、表現が非常にナチュラルだなということを感じます。で、このデイビッド・セインさんという方はですね、ちょっと、本の名前を忘れてしまったんですけども、私以前に、他の本を読んでご紹介していると思います。で、私今アメリカに住んでいて、アメリカで仕事をしてるんですけれども、やっぱり日本人がなかなか普段使わないような表現をすることがあります。で、そういった、なんていうのかな、実際に会議をやってみないと分かんない表現みたいなところは、やっぱりこういうそのミーティングの英語表現というようなくくりで、勉強しないとなかなか普通の文法書には出てこないので、そういう意味では、非常にいいかなと思います。で、非常に感覚的になってしまうんですけれども、そのミーティングで使うべき英語表現の中でもやっぱ硬いものとラフなものとあって、この本はどちらかというと、その硬いものというか、その正しいものを中心に、少しそのラフなものも含んでいるというような印象で、結構こういう特定のシチュエーションに限定した文法書になると、確かにその表現って使うんだけど、めったに使わないし、それいきなり英語わかんない人が使うとなんか変だよねみたいな表現が紹介されていること結構あるんですけれども、特に日本人の、その第二言語として英語を使っている人が書いている本だとそういうことがよくあるんですけども、この本はスタンダードを抑えつつも、少しその、アドリブを聞かせたりとか気を利かせたいなという時に使える表現というのが紹介されていて、いいなと思いました。私もこれ全部読み切ってないんで、これから、勉強してですね、ミーティングで実際にもう少しスムーズにやり取りができるような状態にできればいいなというふうに思っています。はい、今日は以上になります。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方もぜひよろしくお願いします。はい、失礼します。